何者だ。おや、小生に気づいていたと。その風邸、同志の類か。寄捨て人がわしに何の用。そう思うとけ。そなたも世を捨ててみぬかね。そなたの理、そなたの道はその果実の川のごときもの。人の実というべきものはそこにはない。くだらん座教。だからとて情で動く流儀こそが天下にふさわしいとでも言うつもりか。さよう。他の大徳こそ人の心を満たし時代を安寧へと導くであろうよ。どうであろう、そう思うとけよ。そなたが世を捨て天下を劉玄徳に譲るならば、小生が持つ先導の費用を授けようぞ。あいにくとわしは神仙になどなる気はなくてな。最後に今一度と、お主は何者だ。小生は左源公、劉玄徳を支えそなたの道をくじかんとするものと覚えておきたまえ。さて始めるとしよう。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ、すべてたやせ。